7月29日水曜日、ただいま21時25分。本日のポンド円のトレードポイントを見ていきます。皆さんこんばんは、たかしです。まずは日足からです。ポンド円日足はこの白の点線 135.28 というラインに支えられるようにして現在上がってきてます。でここ2、3日ですね、何度も下ヒゲをつけた状態で上げてきておりますので、やはり下からの買い圧力が強いなっていうような感じを受けます。ただストキャスティクスもそろそろ高値圏、今一旦ゴールデンクロスしてきておりますが、このままいくともう買われすぎゾーンに入りますので、高値圏になるのでちょっとロングするには優位性がないところに来ております。マックDもモメンタムがあまりありませんので、このまま上がってもそんなに強く上げる感じではありません。でしかもそろそろ抵抗ラインが来ておりますので、ここからはロングじゃなくてショートを狙っていくのが優位性がいいと思います。次は4時間足です。4時間足現在だいぶ上げてきておりますが、今一旦の抵抗帯に当たってる感じですね。今がここですね、この高値とちょうどこの左肩のあたり、ここをヘッド&ショルダーと考えると左肩のあたりですね、 136.4 付近で当たって今少し下落してきている感じです。ストキャスティックスを見るともう少し上値余地がありますので、もうちょっと上げるかなと、ここの136.4 付近まで、この高値ぐらいまでは上げてくるのかなっていう感じはします。先日までのこの青のチャンネルライン、この中で動いてるような感じはしてたんですが、今も上抜きしてきてますのでこちらは消します。そしてこのピンクの薄いピンクのこのチャンネル内で今ここで支えられるようにして上がってきてます。エリオット波動のここが4波と考えると深押しすると思ってたんですが、もしここを抜けてくるようですと、これがまた3波進行中というそんな感じになるかと思われます。ただストキャスティックスがそろそろ高値圏にありますし、日足のストキャスティックスも高値圏に入りそうですので、上がってもこの黄色ラインぐらいで反発して落ちてくるんじゃないかなというような感じです。で現在トレードポイントとしましては、この高値、ここがね、ちょうどこの白い線がフィボナッチリトレースメントの 61.8%、 ここですね、 139.781 から 131.758 に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% がちょうどここなんですが、ここにぶつかったところでのショートがいいかなと思います。でここを超えてきた次すぐ直近には、黄色の日足単位の切り下げラインがありますので、次ここでのショートっていうのがいいのかなと思ってます。でどちらにしてもストキャスティクスは高値圏に来ておりますので、ここからのロングは優位性がありませんので、狙うならショート、もしくは下げてきてこれが3波終了で4波に来たところの底値から買っていくっていうのが優位性としてはありだと思います。今からのロングですと、もっと時間足を落としていってその中でやっていくのがいいのかなと思いますが、現在この感じ、これ今1時間足なんですが、この感じ見てても1時間足のストキャスは今デッドクロスしてきたところになりますので、あまり上値余地はないのかなと、上がってもやはりこの高値ぐらいまでなのかなというような雰囲気ではあります。今私がトレードするならショート、ここに来たところでのショート、ここからのロングはちょっとなっては思いますので、この黄色の切り下げラインを超えてくれば、このピンクの平行チャンネルの上限ぐらいまでは狙っていけると思いますが、どちらにしても今3波継続中であってもそろそろそれが終了っていうところに来てますので、このラインに来てもそこからのショートっていうような戦略がいいのかなとは思ってます。では今日はここまでです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。